ははい皆さんこんこにちはアルジェント研究会の矢沢です、えー、今日はですね、ちょっと面白い、えー、イベントですね。イベントがですね、えー、と7月の12日にですね、イタリアの、えー、ミラノで開かれますので、それについてね、ご紹介してみたいと思います。まあ、どう面白いかというと、まあ、アルジェントのね、代表作というのは、えー、おそらくサスペリアパート2とサスペリアということになるかと思うんですけれども、その中のですね、えー、魔女物の三の部作の一作目のサスペリアですね。まあ、こちらについてのですね、まあ、それに関連するね、イベントというのが、 ちょうど7月の12日の、えー、夜9時からですね、まあ、ミラノのです、ね、スフォルセスコ城というあのお城の中で開かれるので、まあ、それについてお話ししてみたいと思います。はいえーとまあ、どんなイベントなのかというとですね、まあ、ちょっといろいろ順を追ってご紹介してみたいと思うんですけども、えーと、そもそもサスペリアですね、サスペリアというのはまあその後に続くですね、インフェルノ、そしてサスペリア・テルザという、ね、3, 部3本ありますけれども、その中の1作目ということで、魔女三3部作。 とといいうううような形の、まあ、一作目ということになりますよねでこちらにね「サスペリア」というのは、まあ、あのその後でですね、えー、ルカ・ガダニーノがこうリイマジネーションといいますかねあのリメイクもしているような形で、まあ、あの最近の、えー、若い世代にはそちらの方がむしろ有名なのかもしれませんけれども大元のね1977年に、えー、公開された「サスペリア」というのはこの魔女ものの一作目ということで日本でもですね、えー、決して一人では見ないでくださいという。 まああのジャックというかね宣伝文句でこう一躍有名になった作品でねかなり当時もね1977年の夏はですねまあ大ヒットを飛ばしたという作品なんですけどもまあそれについてですねもともとのこの原作ですよねサスペリアというのはまあダリュ・アルジェントが基本的にはこの当時の奥さん的な立場であったダリア・ニコルディと一緒にですね脚本を書いた作品なんですけどもそのいわゆる魔女の前提だったりですねまあそういった元ネタというのがこのサスペリア全くのだからダリュ・アルジェントの えー、オリジナルというわけでではなくてですね、まあ、原作があるということなんですねで原作というのが、えー、とこのトマス・ド・クインシーという散、ね、文作家が書いたです、ねえー、小説というか散文ですねサスペリア・デュ・プロフォンディス、えー、深い縁、えー、と,というかなからの嘆きとかねあの短索とかというような言い方をしますけど要するにサスペリア・デュ・プロフォンディスという、まあ、深い まあそ,こそこからのなんですか、ね、あのいわゆるため息みたいな、まあ、翻訳がいいのかなと思いますけどそのサスペリア・ド・プロフォンデスというのを元にしてと言いますかね、まあ、その中にちょろっとですね3人の魔女の話が出てくるわけですけれどもその中で回ってるサスペリオルムというね、まあ、魔女もあの、まあ、3人の魔女の中の1人でいてですねその中の1つがねあのサスペリアの まあ、インスピレーションのもとになったということですね。ですので、まあ、原作というとちょっと言い過ぎなのかもしれませんけど、えー、とヒントを得たという、ね、作品かと思いますけども、このですね、えー、とサスペリア・プロトフォンデスというのもむしろ、ね、あの有名ではあるんですけども、このいわゆるトマス・ド・クインシーというのはも、えー、ともとアヘン中毒だったんですね。まあ、当時は、ねあのこのえー、とトマス・ド・クインシーが存命中はですね、アヘンという、今はこうアヘンというのがこういわゆる麻薬ということで、 非合法化されていますけれども、その当時はですね、まあ、鎮痛剤みたいな形で、合法な、合法というものが使っても別に罪に問われないような薬あのいわ、いわゆる薬だったわけですね。まあ、そしてですね、なんかトマス・ド・クリンシはですね、このタ他を治すためにアヘンを服用してですね、まあこう、なんかこう、ぼやっとしてね、痛みが止まるみたいな形で、まあ、それではまってしまって、ですねアヘン中毒になってしまったということで、まあ、それに関してですね、アヘン中毒者の、あの、 告白みたいな形のね文章を書いてまあなんかこうアヘンのね魅力みたいなものが伝わるような文章を書いてですねまあそれがこうなんか変ヘンを助長したみたいな形で叩かれたりもしたんですけどもまあちょっとそれ話を置いといてですねこのトマス・の軍師がですねあのト、えー、サスペリア・プロフンデスというのを書いてダリオ・アルジェントがサスペリアという作品を作ったというねこの一連の流れがあるわけなんですけどもまあ今回のプロジェクトというのはどういうものかというとちょっとなかなかすみませんねえっ、ー、とこのえっ、ー、と トマス・ド・クインシーの話なんですね。ですので、トマス・ド・クインシーがこのサスペリア・ド・プロフォンディスを書くきっかけとなった夜というのがあって、まあ、その時の、まあ、状況ですよね。まあ、なぜこの本を、といいますかね、このいわゆる3分の作品を書くに至ったかという、まあ、そこに焦点を当てた作品ということで、まあ、ちょっとなかなか面白いですね。だからこう小説家といいますかね、まあ、小説というのは有名かもしれませんけど、その小説家がその作品を書くに至ったところにスポットを当てるというね。まあちょっとまあ 時々あるわけあのないわけじゃなくてね、まあこの、要するに作家がどういったところにインスピレーションを得たかという、その要するに作品自体ではなくて、インスピレーションを得たその大元の、ね、事件なりそういったものを扱うという、こうちょっと込み入ったねつで、例えば、ね、アガサ・クリスティだったりね、そういった作家がですね、ミステリー作家ですね、ア,サアガサ・クリスティがなぜこの小説を書くに至ったかの,その大元となる事件みたいなものを、ね、描くという、いわゆる何あの 派生的なね要するにスピンアウトみたいな話の構成にはなってるんですけども、まあ、このねまさに、えー、とこの作品というのはそのトマス・ド・クインシーがサスペリア・ド・プルフィンズを書くきっかけとなった夜にインスピレーションを得た作品ということで、まあ、これは劇なんですよねあの、えーとえー、グラン・ギニョル・ド・ミラノという会社といいますかあのミラノ社という、ね、ところがプロジェクトを作ったというような作品で、まあ、ミラノの、ね、グラン・ギニョルというのは、ね、こうちょっとぎょっとするねあの 劇というのがね、グランギニョールっていいますけどもまあそんなものがねあのー、作られるということでまあちょうど7月の12日金曜日ですねで、夜の9時から、えー、場所がですねまあ先ほどもダブりますけどスフォールセスコ城といういわゆるこう、えー、ちょっと大,大規模なお城ですね。お城でやるというのが中いかにもね、イタリアっぽい感じなんですけどもそこでやるということでまあこのよう章文章、あのー 日本語にもなってるんですけどもまあこれはシゴシック文学ということになりますのでまあゴシック文学のねこのいわゆる文体といいますかねこれはちょっとなかなかねあのネイティブじゃないと分かりにくいところがあるかなと思いますし私もね当然まあ日本のね古典みたいなものだとこうこ古典のね要するにいわゆる昔のこう文体っていうのがすごくあの魅力的なものがあるわけなんですけどもまあこの当時のトマスド・クイン氏が書いた文体というのをねまあちょっと日本語にしちゃうと文体が。 その大元を味わえないのかもしれませんけど大元のところはねすごく文体的特徴というのがすごくあの魅力的だというふうに言われてましてまあそういったね形でこういわゆる劇をやるわけですけど劇を見る中でですねまあこの観客ですね観客はこのいわゆるトマス・ド・クイン氏のえー当時のねえと体験というものをこう追体験することになるということになるという,こというような形の,あの劇ということです。の,のいわゆるこうね一連のこの なんですかねこのストーリーのこうきっかけとなった16世紀に、まあ、謎の自殺というのがあるらしいんですけども、まあ、そこを調査して、まあ、そういったところのねあの、えー、調査をしていく中でですね、まあ、このトマス・ド・クイン氏が、まあ、いろんなものをこう見て発見していくと、まあ、そういったところをね、えー、劇,劇にしたというような作品ということです、まあ、こんな形でねあの作られる作品でですね、まあ、この音楽もねだからダンス要するにサスペリアの,、ね、あの映画の方は、えー、この バレエ学校で起きる話ですけれども、まあ、こちらもですねあの、いわゆるサスペリアという、このタイトル自体がね、サスペリアという、あちょっと言い忘れましたけど、ね、この、えー、と劇自体の、ね、タイトルはサスペリアという、えー、と劇なんですけれども、ここにねあの、オマージュを捧げるような形でですね、まあ、演技と、いわゆるこう、演劇とね、ダンスが組み合わされているような作品になっているということですね。で、これはあの、えーと、音楽自体はですね、まあ、ゴブリンではなくてですね、あの作曲家のブ,、えー、とブランド・リッカルド・スペディカートという、 あの作曲家がですね、まあ、特別にねこの演劇のために作曲した作品というものをですね組み合わせていわゆるこう夢の世界と現実の世界がこう交互に混ざり合うような、えー、作風になってるということですねまあ現実の世界とそらく作家が見たねえっ、ー、と妄想だとか夢の世界といわゆるこの現実現在時点ですねあのトマス・クインシーのこう現,現実の 時勢みたいなものが織りなしていくような話になってるというような形らしいんですけどまだこれあの公開されてないんでねあのちょっと私の想像なんですけども夢と現実がね相互に混ざり合うような形の作品でですね、まあ、観客をね観客はその劇を見ることによってトマス・ド・グインシーの,あの生き様といいますかねその当時の生活だったり、まあ、そ,れそれとですね、まあ、トマス・ド・グインシーがその当時の えまあ調査したりいろいろ調べていく中のですね、まあ、そこで妄想を膨らませていくというその妄想の世界とかですね、まあ、そういったものを追体験することができるというような作品になっているということですね。はいえー、とそんな形でですねあの、まあ、この脚本監督そして出演しているのはジャン・フリッポ・マリア・パルシーナ・ランベルディというかちょっと長い <laughs> あの方なんですけども、まあ、芸術家でねあのいわゆるこう舞台の演出もやっていて、まあ、自分でもね演技をやっているという方です、ね、もう一回言いますけどジャン・フリッポ・マリア・ ファルシーナ・ランベルティという方が、えー、これ演出して、えー、と出演もしているということですね。あとはまあいろいろとねあの、共演者もいらっしゃいますしですね。あとはまあダンサーですね。ダンサーということでも踊りをする、ね、ダンサーも登場するということなわけですね。まあ、こちらがですね、えー、もう一回言いますけど、カステルロ・スフォルゼスコというあの、まあ、お城の中のミラノですね。ミラノにあるお城で、えーと 7月の12日金曜日ですね。で、まあ、夜の9時からということで,でまああのイタリアのねあのなんかこうイベントってこう日本だとね結構7時ぐらいから始まるのが多いですけれどもまあ6時半とかねあの多いですけれどもまあイタリアの場合ってこうなんかこうね始まるの結構9時ぐらいから始まるのが多いんですよね。だちょっと,ひと食事した後とかねあの、まあ、ちょっと一段落した後に9時から始まってちょっとこうかなり遅くまでね。 やるととといいいうよううよなイベントが多いということ、まあ、ちょっと日本だとね、なかなかそういって9時から始まるイベントっていうとなかなかこう夜のね、ライブハウスとか、その2部みたいなところになっちゃう,しまうかもしれませんけど、まあそんなような、えっ、ー、というようなことが、イタリアだとね、まだ、まあ日もね、まだこの7月ですから、まあ、まだね、8時ぐらいまで明るいですからね、まあようやくね、こう日がお降りてくるということぐらいの時間になるかなと思いますけど、まあこんなね、作品が、あの、起きるということで、まあこの作家自身の恐怖だったり、そういったものを、 えー、表現していいる作品ととうことで、まあ、なかなかねあのだからダリュ・アルジェントのこうサスペリアねあの、まあ、こう成功法にねリメイクするというのもありますしですねこのトマス・ド・グインシーのこう元に遡ってその作家の、ね、源流が何を体験したらトマス・ド・グインシーは一体何を見てこの小説を作ったのかそうですよねまあそんなところもねなかなかよく考えるものだなと思いますけどね、まあ、いろいろとねだからこう二次創作っていうわけでは二次創作ってちょっとあれかもしれませんけどいろいろなねところをこう探っていってこう周辺をね りしていいけばいろんなあの捜索物ができるということでねまあこれもちょっと私もね7月12日えっ、ー、とねできれば見に行きたいなと思いますけれどもちょっとやっぱり無理でしょうねなんかねニュースが伝わってきたら、うん、中身だけでもねなんかこう映像を収録していればぜひ見たいものだなと思いますしねあのイタリアにね特に、えー、とミラノ近郊にお住まいの方はですね、えー、7月の12日まだチケットあのまだま 空席ありますすのでですねサイトで検索していただければ、この,、えー、とこのチ,ケチケット購入のとこ見るとですね、まだまだ残ってますんでね、まあ、ちょっとかなりこう、団体でボコって入れたような席の取り方してるなって感じはしたんですけども、えっ、ー、とですね、まあこれ、あの、いい感じで売れてますかね、どうかな、ちょっと待ってくださいね、あの、えっ、ー、と、2時から始まって、あの、えっ、ー、と、21.10ユーロからということですんで、えっ、ー、と、今ね、ちょっと、 為替の関係で日本円が円安になってね、ユーロは高くなってますので、えー、とちょっとね、なかなかね、日本人にとってはお金を、ね、出してイタリア行くのって厳しいのかなっていう感じしますけれどでもあの、なかなかね、あのこういうねあの、ダリオ・アルジェントのサスペリアに関するね、サスペリデ・プロフェンディスに関する演劇だったり、こうミュージカルだったりね、そういうあのダンス仕立での演劇ってすごく面白いなと思いますのでね、あのミラの近郊の。 方はですねぜひ行っていただいてですねお話を聞かせていただければと思います。ちょっとねそんな形ですね。はいえー、ということで、ねまあ、あのいろいろとですねやっぱりこうアルジェント自身もねアルジェントがこうやらなくてもこうアルジェントの作品にこうインスピレーションを得たとかですね、まあ、そういった形でいろいろなね 作劇だったり新しい創作物というのは次々に生まれていくなというふうにね思っていますのでまあ私もねちょっと頑張んなきゃいけないなって感じがしますけどね、はいえー。ということでね、まあ、今回は以上という形にしておきたいと思います。あの最後までご視聴いただきましてありがとうございました。